ハドソン線はニューヨーク州のグランドセントラル駅とその北に位置するニューヨーク州のポキプシー駅を結ぶメトロノース鉄道が運営する鉄道路線であるハドソン側の東側を北上する鉄道路線であるアムトラックはこの路線を通りポキプシーより北に向かうのでこの鉄道では同じ線路上を通勤電車と遠距離列車が走ることになっているこの路線はかつて ハドソンリバー鉄道とニューヨークセントラル鉄道だった。この路線は大きく二つに分けることができる。マンハッタンからクロトンハーモン駅までは電化されており、ほとんどが複々線化されていて、上下線に急行と各駅停車の専用線がある。クロトンハーモン駅以北は非電化線で、ほとんどが複線である。ダイヤは平日朝の始発列車からグランドセントラル駅を基準に、 朝10時までに同駅に到着する、もしくは平日朝9時までに同駅を発車する列車を AM ピーク、平日夕方4時以降に同駅を発車する列車を PM ピークと呼び運賃が若干高めに設定されている。列車種別はエクスプレスとローカルがある。ピーク時間帯には長距離列車を中心に多数のエクスプレスが運転されるが、停車駅は列車ごとに異なり規則性に乏しいので、 不慣れな利用者には分かりづらい。なお、平日オフピーク時及び、土休日のエクスプレスは、以下の停車駅で、ほぼ固定されておりピーク時よりも分かりやすくはなっているが、内の駅は、ポキプシー駅発着の長距離列車の一部が、通過するので完全に固定されているわけではない。エクスプレス度休日や平日オフピーク時一部時間で、ごく稀に、クロトンハーモン駅行きのエクスプレスがあるその列車は、 上野内の駅とマーブルヒル、ドブスフェリーやヘイスティングスオンハドソンに止まる。このエクスプレスが運行される時は、上野エクスプレスは、上野内は止まりません。イコールの区間の各駅は時々止まる。クロトンハーモン発着エクスプレス運転本数は、ピーク時に、エクスプレスが駅にも夜が、おおむね5から20分ごと、ローカルが15から30分ごととなっており、 エクスプレスの止まらない小駅相互間の利便性を犠牲にしてもマンハッタンへの通勤を考えたものとなっている。平日オフピーク時や土休日はクロトンハーモン駅発着のローカルとポキプシー、駅発着のエクスプレスを各の毎時一本ずつ運転するが基本で、土休日や平日オフピーク時一部はこれにクロトンハーモン駅発着のエクスプレスが毎時一本加わる。なお、 ヤンキースタジアムで試合があるときは、エクスプレスも時間帯によって、ヤンキースタジアムに近いヤンキース E153、ストリート駅に止まることと、グランドセントラル駅との間にシャトルを走らせることと、他線から当駅行きの野球臨時列車が運行されることがある。ハドソン線は、帝国回路に含まれる、ニューヨーク付近のハイセンズハドソン線には、メトロノース鉄道の列車以外にも、 他社の列車が運転されている。代表的なものはアムトラックの旅客列車であり、ハドソン線を通り、ポキプシーよりもさらに北へ直通している。これらの長距離列車は、ハドソン線内では停車駅が限られており、ヨンカーズ、クロトン、ハーモン、パキプシー以外には停車しない。ハドソン線の列車は、ニューヨークでは、グランドセントラル駅をターミナルとするが、 アムトラックの列車はペンシルバニア駅をターミナル駅としている。かつてはアムトラックの列車もグランドセントラル駅を発着していたがハドソン線のリバーレール駅付近とペンシルバニア駅付近とを結ぶエンパイアコネクションという連絡線が整備されたことにより1991年4月7日からペンシルバニア駅発着に変更された。ハドソン線には CSX トランスポーテーションの貨物列車も運転されている。貨物列車はオークポイントリンクと呼ばれる連絡線を経由することでマンハッタンを経由せずに北東回廊と帝国回廊を結んでいる。アディロンダックカナダのモントリオールまで走る列車。エンパイアサービスエンパイアサービスはニューヨークマンハッタンからハドソン線を通り、 NY 州とのあるオールバニまでを結ぶ列車である。オールバニまでの運転が多いが、ごく一部にナイアガラフォールズまで運転するものがある。アムトラックの列車の中では、本数は比較的多い。E3 アレンエクスプレスバーモント州まで行く列車である。メープルリーフメープルリーフは、ニューヨークマンハッタンからハドソン線を通り、オールバニ、ナイアガラフォールズを経由して、 カナダのトロントまで走る列車である。レイクショアリミテッドレイクショアリミテッドはニューヨークからシカゴまで向かう列車である。途中のオールバニでボストン発着列車の連結、切り離しを行う。の駅は土休日の上下2本だけが停車。現在、この路線はさらに北に延長する計画がある。これはダッチェス軍からの強い要望によるものである。ありがとうございます。